あ、君もそう。始めようぜ。こいつでとどめだ。よっしゃ。まあ、俺はずっと休憩中なんだけどね。よーそろー、さーて、次は誰と遊ぼうかな。知ってる？俺に勝てると思うなよ。
な。こいつでとどめだ。よっしゃ。頭が冷えたぜ。そうだよな、癒しはみんなのものだよな。あの子とそうはをするとつい手加減しちまうんだ。はあ、やっと元に。俺に勝てると思うなよ。やるな。
いつでとどめだ。よっしゃ。私もソーアで人気者を目指そうかな。なんだ？ラッキー。あら、あなたも私とソーアがしたいんだね。いいよ、私はみんなの人気者、相手になってあげる。始めようぜ。こいつでとどめだ。よっしゃ。強い。ルールをちっとも理解していなくても、普段はもっと楽に勝てるのに。どうして？始めようぜ。
やるな。こいつでとどめだ。よっしゃ。僕がサボってたって言わないでね。お願いだから。またいつでもそうはしてあげるからさ。
まあこん。俺に勝てると思うなよ。こいつでとどめだ。よっしゃ。あなた強いね。ひょっとして最近噂になってるやたら強い旅人ってのはあなたのことだったのかい？
戦争が終わってさっきもどでかい荷物しょった人が帝都の方に向かっていったな。もしかして。邪魔するぜ。ラッキーと。すっげー大事。将軍はお城で。で。おっと、ここから先は通せないな。先に進みたいなら、ソーアで私を倒してから。俺に勝てると思うなよ。
やるな。こいつでとどめだ。よっしゃ。倒さなくても通れるんだけどな。すまない、誰も構ってくれないから。次に、邪魔するぜ。邪魔するぜ。それ！まあ、これはどうさ。ラッキー！どう？Thank you.
前さんたちはオーシディアスか。じゃったら、ことにいる行商芸ちっと前に、ここで王国でもバイルの、しかし、今は国境を越えられるんだったかの。始めようぜ。でとどめだ。よっしゃ。さすが強いっすね。パフィーさんは負けると拗ねるけど、しばらくしたらまた相手。あら、見かけないか。
始めようぜ。いつでとどめだ。よっしゃ。とっても楽しかった。これが帝国流のもてなしですの。お互い気持ちよくってね。今後もよろしくですわ。俺に勝てると思うなよ。
やるな。こいつでとどめだ。よっしゃ。ありがとう。どうやら噂は誠のようですね。違法の衣に身を包んだ凄腕の旅人がいると。邪魔するぜ。ラッキー。毎日たくさんの人が。始めようぜ。やるな。やるな。やるな。こいつでとどめだ。よっしゃ。
様の熱い魂確かに受け取った。ところでずっと泣いている子供がいるんだ。どうにか助けてやりたいな。始めようぜ。こいつでとどめだ。よっしゃ。
邪魔するぜ。俺に勝てると思うなよ。こいつでとどめだ。よっしゃ。あなたたちも相当強いのね。知らなかったわ。外国の人たちも楽をして暮らしてるわけじゃないのね。
ラッキー、ラッキー、ラッキー、はっ、くはじめようぜ。やるな。
やるな。こいつでとどめだ。よっしゃ。噂通りの実力だったよ。すごい使い手がいるって。君や総和仲間の間じゃすっかり有名人だよ。邪魔するぜ。俺に勝てると思うなよ。俺に勝てると思うなよ。
るな。私ね私よりソーアが強い人じゃないと愛せないみたいなの。その紙に記されたものを頼りに私に冒険は向いてないとは。どうしましょう。お子さんのためだもんね。お元気で。何かそのためでもあればカウン作った人の顔が見える。なん今なら一匹買えばもう一匹ついてきますよ。もう一声なんとかならないのかい。あんたは本当にバーニーが好きだね。話が長くなりそうだね。クロエとマルキアか。なんだか珍しい組み合わせだね。どうした、折り入っての相談と。他に相談できる人がいなくて。うん、あの年上の男の人を振り向かせるためにはどうしたらいいんでしょうか。うん、まあそうだな、あくまで試験だが、男というものはいくつになろうと少年の心というものをその身に眠らせているものだ。少年の心？うむ、
その少年の心を分かってやることが男の関心を引く有効な手段ではないかと思う。人は自分の心を理解してくれる他者を本能的に求めているからな。なるほど。さすがです。マルキアさんに聞いてよかったです。そうか、役に立てたならよかったが。マルキアさんみたいな経験豊富な大人の人って憧れちゃいます。悪い気はせんが、褒めすぎだ。あれ、そういえば、なんだ、乗りかかった船だ。何でも聞くといい。マルキアさんって一体おいくつなんですか？え？答えてやるのはやぶさかではないが、本当に聞いて後悔しないのだな。ごめんなさい、やめておきます。うむ、それが賢明だ。そこで盗み聞きしている者も分かったな。レイ、ちょっといるなら言ってよ。すまない、こっそり聞いちまって。だけどクロエの相談に乗ってくれてありがとな。構わん、若者の未来を照らしてやるのも年長者の務めだからね。年長者ね。いや、何も言わないけどな。たっと、ケーキが何とも変わっていてね。ラッキー。ほう、わしと勝負がしたいのじゃな。邪魔するぜ。何よ、私はあんたほど暇じゃない。
邪魔するぜ。相当な手だれ。始めようぜ。こいつでとどめだ。よっしゃ。久しぶりに燃える戦いでした。妹は初心者で、この村には相手になる者がほとんどいないのです。Huh?